こんにちは。博多駅のクリスマスマーケットへとやってきました。イルミネーション目当てのお客さんが多いのか、昼間はそこまで人は多くないです。土日祝のみ、お昼からも営業されているそうです。出店がたくさんあり、どこも美味しそうなので何を食べようか迷います。比較的やはり値段的には高いです。ちなみに本日の予算は3500円です。3500円でどれだけ食べられるのかを今回は皆様にご覧いただこうと思います。それでは結果発表です。私が予算3500円で購入したのはこちら、博多のクリスマスマーケット名物のぐるぐる、ソーセージとステーキ、トムとジェリーに出てきそうなチーズケーキ。この量にしては高いですが、こんな素敵な場所で食べられるだけで満足です。夜はこれプラスイルミネーションなので盛り上がること間違いなしでしょう。食事をゆっくり楽しみたい方は土日祝のお昼に行かれることをおすすめします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。美味しそうって思ってくれた方、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムでこれまで取り上げたお店の写真をまとめていますので、よかったらフォローよろしくお願いします。